ACL 圏内が手の届く位置まで浮上しました。浦和目下2戦連続クリーンシート、今季3度目の3連勝をかけて臨みます。仙台のホームスタジアム、岩テックスタジアム仙台で行われます。仙台と浦和戦、前半キックオフです。右エンド赤のユニフォームが浦和、左が仙台です。牧野から今度はサイド、右を使ってきます。西中折り返し、ユンカー抑えた。ここは時間をかけます。縦につけます。ユンカー瞬間的なスピードも持っています。キャスパーユンカー、浮き球でのパス、ゆるき、角度のないところからのシュートになりましたが、非常に良かったですよね。小泉選手が持って一応左に流れましたけども、小泉選手を見て中に戻すと、ゆるき選手もしっかり湯川選手を持って3層のブロックを組みながら仙台、その間で受けた小泉、つけてユンカー、開いて西、その西遠いサイドに秋元パチグ、ここは触りました。ヤクブス・ロビクです。ここで前半終了の笛です。お互いに得点なくスコアレスという状況で前半を終えました。仙台は降格圏脱出へ大事な一戦を迎えた。さあ後半に入ります。後半キックオフです。左エンドが浦和、そして右が仙台です。長いボールを蹴り出してユンカの頭、その前に吉野、取って小泉、右足振り抜いた、キーパー弾く、ヤクブス・オビク、ユンカまあ、ここのヘディングのクリアから、まあ、富田選手に対して小泉選手うまく、守備に行きましたし、一度かわしてからのシュート、まあ、2つ目のシュートまでね。もう一度仙台、加藤、石原貴之、後ろにいたここ富田です。富田から石原、裏を狙ってのグランダー、赤崎落として松下シュート、西川折り返し、縦に入った、関口から石原ダイレクト折り返し、後ろから来てかわしてシュート、赤とポスト、関口、赤崎のシュート、ここはキャッチしました西川、ここも波状、まず間ハーフスペースで関口選手ターンして、まあ、石原選手もシンプルなクロスではなくてマイナスのクロスと、まあ、あとは今日注目の加藤選手ですけども、惜しかったですね。狙いは良かったと思います。まあ、ただ西川選手ここ触ってますよね、はい、そのこの近距離からの反応と、まあ、ここの後のボールに対してもうまく、小泉が足元収めました。真ん中コオロキ、近くに関根、関根カットインからのシュートがある、コオロキだ、ターンして切り返してシュートは切り返して、ここで入れるか、左足に持ち替えた、このヘディング押したところボレーシュート、伊藤、ここで試合終了の笛です。